皆さんこんにちは、食堂朝ごはんの中江里香です。今日は直売所でいろんな野菜を買ってきました。ほうれん草と大根、あと椎茸、里芋などを買ったんですけど、とりあえず大根だけ料理して作り置きなどにして保存したいと思います。大根は部位によって少し味が違うので、それぞれ部位ごとに使い分けるとより美味しく食べられると思います。葉っぱに近い上の方は甘みが強いので、漬物とか炒め物におすすめです。今日は皮の部分は厚めに剥いてポリポリ漬けにします。大根の皮だけ細切りにして、醤油と砂糖とお酢と、あと唐辛子の調味料を加えて漬けます。調味料に漬ける前にザルにのせて少し干しておくと、さらにポリポリの食感になって美味しいです。 2,3 日ぐらい干します。そうしたら今皮を剥いた中身の部分は塩昆布和えにしたいと思います。1センチぐらいの幅に縦に切ってから短冊切りにします。大根の葉っぱも一緒に使います。大根の葉っぱは緑黄色野菜で、ビタミンとかミネラルが多くてとっても栄養豊富です。売ってるものだと葉っぱが切られて少ししか残ってないことが多いんですけど、ぜひこの少しの部分も料理に使ってほしいです。葉っぱも細かく刻んだらボウルに入れて、塩と砂糖をまぶして揉み込みます。このまま水分が出てくるまで5分から10分ぐらい置いておきます。次は大根の中心の部分を切っていきます。大根の真ん中あたりの部分はとっても水分が多いので、煮物にするととっても美味しいです。で、皮の部分も別の料理に使います。さっきよりも少しだけ薄めに剥いて細切りにします。これは後で人参と合わせてきんぴら大根にしたいと思います。皮はポリポリとした食感なので、きんぴらにしてもとっても美味しいです。とりあえずザルに置いておいて後で炒めたいと思います。次はこの皮を剥いた中身の部分を切っていきます。乱切りにします。縦に4等分ぐらいにしてから斜めに包丁を入れて切ると乱切りになります。そうしたら耐熱容器に入れてラップか蓋をします。電子レンジで5分ほど加熱します。こうやってあらかじめレンジで加熱しておくと、煮る時間が少なく済んで時短になります。次は大根の下側の部分なんですけど、ここは辛みがちょっと強めなので大根おろしなどにするとおすすめです。今回もこんな風に皮ごと大根をすりおろしていきます。このまま大根おろしとして使ってもいいんですけど、今日はこれを使っておやつの大根餅を作ろうと思います。ちなみにこの大根おろしを作った時に残る汁なんですけど、消化酵素がとっても豊富に含まれています。なのでお肉の下味をする時にこの大根の絞り汁につけておくと
お肉を柔らかくする効果があります。ぜひ試してみてください。そして最後の残った大根は、今日は使わずにお味噌汁とかに今度使いたいと思います。そうしたら大根の煮物を作っていきます。大根とそぼろの煮物です。まず鍋に調味料を入れて火にかけます。調味料が煮立ったら鶏ひき肉を加えます。今日は冷凍の鶏ひき肉があったのでこれを使いました。ひき肉を入れたら箸でほぐして混ぜます。そうしたらさっきレンジで加熱しておいた乱切りの大根を加えます。煮立ってくるとアクが出てくると思うのでそれはすくい取ってください。そうしたら落とし蓋をして10分から15分くらい煮ます。そうしたらさっきの短冊切りにしておいた大根です。水分が結構出てきてるのでざるにあげて水気を絞ります。そしてボウルに入れたら塩昆布とごま油、白いりごまを加えて混ぜます。これで大根の塩昆布あえは出来上がりです。煮物の方は最後に水溶き片栗粉を回し入れます。水溶き片栗粉は水と片栗粉を同じ分量を混ぜたものです。入れる時にもう一回よく混ぜてから鍋の中に回し入れます。そして混ぜたらあと 2,3 分ほどとろみがつくまで煮たら出来上がりです。次はきんぴら大根に使う人参を切っていきます。大根と同じくらいの長さの細切りにします。そうしたらフライパンにごま油を熱して大根の皮と人参を加えて炒めます。しんなりとしてきたら醤油と砂糖、輪切りの唐辛子を加えます。そして調味料を全体に絡めるようにしながら炒めて最後に白いりごまを振って出来上がりです。次は大根餅を作ります。さっきすりおろしたこの大根おろしをボウルに入れます。そして片栗粉も加えます。分量は大さじ3からと書いてるんですけどこれは目安なので様子を見ながら調節してください。
大根おろしがギュッとまとまるくらいになれば大丈夫です。まだちょっとまとまってないなと思ったら追加で片栗粉を加えてください。いい感じにまとまってきたら食べやすい大きさに分けて丸めていきます。そうしたら調味料も混ぜ合わせておきます。醤油とみりんです。そしてフライパンに油を熱して丸めた大根餅を入れて両面焼いていきます。焼いている間に海苔を切っておきます。海苔はなくても大丈夫なんですけど、海苔で挟んで食べるととっても美味しいのでおすすめです。大根餅が両面こんがりと焼けてきたら調味料を加えて絡めます。最後に海苔を両面に貼って出来上がりです。まず上側に貼ってお皿に逆さまにしてのせたら、その上に海苔を貼るといい感じに盛り付けられると思います。とってももちもちで美味しいし、余った大根の商品にもおすすめなので、ぜひ試してみてもらえると嬉しいです。食堂朝ごはんの料理サロンがオープンしました。 YouTube では伝えきれなかった料理のことや栄養についての話など、サロン限定のコラムや動画で配信します。会員同士で料理やキッチングッズなどの話もできたり、とっても楽しい場となっています。もっと食堂朝ごはんを楽しみたいという方はぜひお待ちしています。